はい、こんにちは、こんばんは、シャリです。カルチョビットはやっていきたいと思います。今日の試合はワールドカルチョクラシック1回戦ファーストレグ R トルティジャー戦です。で、この R って何なんだろうねちょっとよくわかんないけど、R トルティジャーですね。はい、で、なんかね、やつがいますよ。ほぼオールエースワールドな。しかもね、 C の項目が、まあ、スタミナということで、本当に最強選手だね、正直言って。だからちょっと、まあ、ワールドナーに決められないように頑張りたいと思います。初めてのね、世界大会なんで、どうなるかわからないんですが、まあ、頑張りましょう。で、ちょっとね、このカブリーニがヒロイド消えるだけど、頑張ってもらいます。あとちょっと弥生をね、弥生か。弥生をちゃんと出しますね。はい。それでは試合開始。アイデアのキャプテンはマグレンって人らしいね。いやー、勝てるかなー、どうだー。まあ、アウェーなんで、正直、引き分けでいいかな。アウェーゴールでも奪いたいから、まあ、1対1ぐらいで、正直いいかな。まあ、この試合勝っても、本当もうね、3冠が見えてくれれば、世界で通用することを、ちょっと知れるので、ちょっとまあ、世界相手にどこまで戦えるのかっていうのも、ちょっとね、まあ、見ながら、見たいと思います。いや、ファールか。ギブアップ。ナイス、やっぱね、結構ね、能力値は、意外とこっちの方が高いんじゃないか。前線だけ見たら。いいぞ、小山。クロス。いや、なんだ、これ、それは。あ、通ったけど。いやー、今、シュートか、緑。もう、いいぞ、いいぞ。直接、いや、惜しい。俺、ちょっと、かぶりに行けって。かぶりなんでお前行かない?バナナコが戻って。お、やばこのパスすげえ。いや、でも今、緑が普通に追いつかれたなぁ。サロー。お、いいじゃん、いいぞ、いいじゃんとか言ってた。いけるいける。これは、いや、キーパーも強えわ。やっぱちょっと、うちのね、強力な前線の選手たちも、結構苦しんでます。いや、オフサイド助かった。ほんとギリギリだった。危ねえ危ねえ。やっぱなんかスピードが違うわ。スピード感って、選手の速さってのはな、よくなんか実際のサッカーの試合はさ、なんか海外で比べてさ、あれだよね。なんだっけ、パススピードが結構違うって言われてるよね。これなんか確かに、なんかレアルに、お、ひどっ!いやー、ナイスゴール。コーナーキックから1点、青ゴールを取った。いや、素晴らしい。で、そう、なんか、バルサとかレアルとかなんかさ、ほんと、他もイングランドのさ、強豪とかもそうだけどさ、やっぱ、パススピード、なんかもう、えぐいみたいな。まあ、実際にやっぱ見てみたいよね。J リーグは、まあ、実際に見たことあるからわかるけど、海外のなんかほんともう、ビッグクラブのさ、プレーをさ、あ、まあ、でも、見たことあんな、俺、一回。ドルトムントね、どこだっけ浦和とドルトムントは、最下でなんか、ちょっと前やってたじゃん。3、4年前ぐらい。その時見たな。でも、ドルトムント、まあ、どうなんだ。お、緑。いや、決めた。2対0。え、強い。まあ、でも、その時も、なんか意外と、でもあれだよな、なんか、ヨーロッパの、なんかオフシーズンにやる練習試合っていうか、まあ、オフシーズンのさ、試合は、ちょっとなんか、まだ本気が見れてない感じがするもんね、だって。あれなんか、川崎となんかチルシーとかやってなかった?その時もなんか、川崎勝ったんだっけ、あれ。やっぱでもなんか、チルシーの選手たちなんか、体重そうだったもん。まあでも、やっぱ普通の、ワールドカップとかでやっぱ、見たいな。日本でワールドカップ、やんないっすかね。ワールドカップ。お、これいいぞ、これ。3点取ったらもう、俺は勝ちでしょ。ピケピケ!よしよしよし。貴重な3点目を奪ってくれ。よしよし。いや、まさかこんななんか、順調に行くと思ってなかった。いや、アウェーゴール3点はもう、相当強い。
温存しちゃう？ワールドリティジャー1に。ちょっと選手変えちゃおうかな。いや、でもちょっと、ダメだ。ガチで行こう。ガチで行かんと何が起こるかわからん。いいぞ、緑。4点目取っちゃえ、取っちゃえ。お、折れた。これだ。いや、惜しい。このゲームなんか前の方の選手対決立てる、出てれば、勝てるのかもしんねえな。後ろはもうなんか、金で強い選手とかって、やるみたいなことすればさ。いいね。ワンチャンもう、この大会でもう終わるか。3冠達成しちゃうか。いやー、惜しい。キーパー、やばいよ。あ、ファールだろ、ファール。いや、いいね、草薙も。これももう、いけいけ、自分で、中だ。よし、4点目。いや、強くね。どうした？でも世界でも、全然戦えるんだね。結構驚いてる、今。結構ボコされんのかなと思ったんだけど。うん、これはしょうがないかな。これロングボールね、やるよね。オッケー、オッケーとかなんか言ってるスタッフコーター。何もオッケーじゃないけどね。いやー、5点目いけるか？いや、強い。いやー、戻った相手の選手は。ライオンズ。かっこいいな。エンリケはでもさ、あれだよね。取れるよ、実際に。お、怪我したエンリケ。これ、前十字いったかな。前十字多分いった、これは。ちょ、申し訳ない。ごめんね。正直、エンリケよりワールドな、ちょっとね。やってもらいたかったな。おわずわつもんのか。ワールドな、スタミナをちょっと見たい。トーマスのスタミナがもうないわ。じゃあもう一点取ろうぜ。パス。いやー、パスさせて今。クリア。クロイは？何やってんの？いけない。よし。いやー、ちょっとラストプレイやらせてくれよ。まあ。4対1で、勝利へ。いやー、圧勝だった。しかも、アウェーだからね、俺。俺、優勝あるぞ。でモッセレンとかも、やっぱ一番強いのどうだろう。モッセレンかな。タンチェッタも普通に強いよね。モッセレンっぽいな。なんか、S の量が変わんないか。どこが一番強いんだろう。アイスワインはちょっと B なんか多かったな。なんで出てんだこいつが。タラマセラとあんま強くないんだよね。あ、今とりあえず4対1で、アウェーゴール4点取って勝てました。ほんとよかったね。で、一応ね、今週休みで、マスと戦った後にアルトリティジャなんで、フォルティールハマツ戦ちょっとね、温存して戦いたいなと思います。一応今のところのね、N1 順位の順位表を見ていくと、もうなんか2回負けてるんだけど、これも温存して負けてるからね。まあ仕方ないとして。まあ70得点っていうね、なんかバカみたいな点取ってますね。メンソーレなは10対1で勝ってるんだけど、メンソーレなはかわいそうだな、この人。ちなみにまだ1回もね、N1 リーグ優勝したことないんで、優勝まで頑張りたいね。アシストランキングは日野が11、小山が8と。はい。で、これランキングは黒闇で、草薙小山じゃないんだ。まあ、この2人で、この3人か、がいっぱい点取ってます。で、あとは、まあ、移籍は、こんな感じですよね。このシーズン、キキを取ったぐらいかな、うちのチーム。もっとなんか、ビッグネームを取りたかったんだけど、まあ、誰もいなかったね。はい。じゃあ、今回はこれで終わりになります。次回の動画は、アルドルティージャとの試合のセカンドレベルです。ご視聴ありがとうございました。